スノーマン、メグロハスに最大の試練が到来。平野仕様の後釜になれるのか。アイドルグループ、キングプリンスの分裂により、平野仕様が退場することが決まりました。彼は事務所の看板を背負う人気メンバーであり、その後釜に選ばれたのは、スノーマンのメグロハスでした。数を風靡した、キングプリンスから次世代のアイドルへとバトンが渡る瞬間。 果たしてメグロハスは、平野の仕様の後釜としての最大の試練に立ち向かえるのでしょうか。この記事では、メグロハスの今後に迫ります。スノーマンのメグロハスは、彼の所属するグループにとって非常に重要な存在です。このグループは、歴代トップクラスのアンチを抱えるほど問題があると言われていますが、一方で、数字の面では、スマップ、嵐、 キンキキズなど歴代トップの成績を収めており、その快進撃を続けています。その中でメグロハスは特に注目されています。昨年、メグロハスはドラマ、サイレント、フジテレビ系に出演し、一気にお茶の間の人気を獲得しました。この成功は、彼が平野仕様な季語の次世代を担う存在であることを証明しました。 そして7月期に放送された TBS ドラマトリリオンゲームでメグロハスの進化が試されることになります。これまでの出演作品ではあくまでヒロインの相手役でしたが今回の連ドラは単独主演という大役。その結果が彼が平野仕様の後釜としてのポジションを維持できるかどうかに大きく影響することでしょう。 一部の芸能記者は、サイレントの成功にもかかわらず、メグロハスが平野仕様にあってかけているものがあると指摘しています。平野仕様はイケメンでありながらも気取らず、天然キャラで老若男女から愛されるスター性を持っていました。その一方、メグロハスには同様の愛され力があるかどうかは疑問視されています。 例えば、4月に放送された、中井正宏の金曜日のスマイルたちへ、t b s k にて、スノーマンが出演した際、島崎和歌子は以前グループと共演した際、メグロハスが、今日の収録長かった疲れた、と陰口を叩いていたことを暴露しました。このエピソードは、メグロハスの性格に対する批判を巻き起こし、 ファンでさえ彼に苦言を呈する事態となりました。平野紫仕様のファンから愛されたのは、彼のイケメンさだけでなく、その人柄や性格によるものでした。そのため、メグロハスが平野仕様の後釜として成功するには、一重に演技力だけでなく、ファンとのコミュニケーションや愛されるキャラクターを築くことが重要です。一方で、スノーマン。 自体が問題を抱えるグループとしても知られており、問題っ子が多いとされています。例えば、俺は秋が好きだから。でお馴染みの佐久間大介がファンを殴って右眼下底骨を折るという事件が起きました。また、岩本翔も問題っ子とされ、メグロハスも彼らの影響を受けてしまったのか、透かしているというイメージが一部で定着しています。 このような問題が、メグロハスが平野仕様の後釜としての成功に向けた障害となる可能性があります。スノーマンのメグロハスは、平野仕様の後釜としての最大の試練に立ち向かう過程にあります。彼は、サイレントなどでの演技力を証明してきましたが、平野仕様のような愛され力を持つかどうかは疑問が残ります。一方で、スノーマン、 自体も問題個が多いグループとして知られており、そのイメージも彼に影響を与えている可能性があります。7月期の TBS ドラマ、トリリオンゲームでの主演を通じて、メグロハスの真の価値が試されることになります。彼が新たなスターとしての地位を確立するためには、ファンとのコミュニケーションや愛されるキャラクターを築くことが不可欠です。 果たして彼はこの試練を乗り越え、スノーマンの新たなリーダーとしての地位を確立できるのでしょうか。その行方に多くのファンが注目しています。